もう怒ってます。てか怒ってるっていうかもう泣いたんですよね。あ、見ての通りめっちゃ顔腫れてるじゃん。もうこっちとかさ、わかるかな、あのカメラ越しはね、わかんないと思います。人間の心と一緒ですね。見ただけではわからない、まあ、何を言っているんだ三谷っていう感じなんですけど、なんかここ数日、なんか前まではニキビがあってっていう肌荒れだったんだけど、まあ、ニキビはないんだけど、本当にあの喋り方もちょっとおかしいじゃん。もう口の周りとか痛すぎて、まあ、喋るのもちょっと今辛くて、でなんかもうめっちゃ朝起きた瞬間、え、なんかやばいと思って鏡見たんだけど、なんかもうやばくて普通に、でもなんか泣けてきちゃって、でも今日何もやってないからもう皮膚科行こうっていうか、皮膚科っていうかちょっといつもと違う、もうちょっともうアレルギーに特化した皮膚科のところに行こうと思ったんですけど、まあなんかそんな感じの一日をちょっともう急遽撮りたいと思います。でもうここ1週間ぐらいずっと赤みがあって、で YouTube も全然撮れてなくて、で誰にも会えないから肌が荒れすぎて、え、でもやばい、 SNS 更新止まっちゃうと思ったんで、もうこんな姿見せたくないんですけど、まあ私の SNS やってるモットーは誰か一人でも元気になってくれたらいいなということで、肌が荒れても死ぬなよっていう感じで、ちょっとそんな一日を撮っていきたいと思います。そんな感じですね。はい、本当にもうこのやばさを伝えたんですけど、これ急になるんですよ。前の日めっちゃ調子よくって、もうごめん滑舌悪いと思う人ごめんね、本当にここら辺が痛すぎてちょっとろれつが回らないんですけど、もう本当に急になるんですよ、この赤い湿疹とかが。でも本当にストレスで、もうこれ今私何もないからいいけど、次の日デートとか結婚式だったらもうどうしたらいいんだろうと思ったら、なんかもう涙出てきて、もういいやこんなんと思って、こういうことがある人はあのこういうことになった人にしか分かんないんだろうと思って、で目ももうさやばいの、こっちがめっちゃ普通の二重で、こっちがもうほらここが真っ赤になっちゃって、もう重くて目が開かないっていう感じになってるんですけど、そんなこんなでなんかもうムカついてきたんで、まあ、こういう人生キラキラハッピーだけじゃないよっていう瞬間も収めようと思います。で今家なんですけど、今洗濯物干したんですけど、なんか雨も降ってきて、まあ人生そんなうまくいかないし、毎日可愛いわけじゃないよねっていう感じだし、まあ私なんて可愛いを売りにしてないので、こういう嫌なところも、もう人間女の子だってこういう嫌なとこいっぱいあるぞっていう感じなんで、はい、って感じでもう超怒ってます。なんかで予約したんですけど、予約の時間もやばいじゃないですか。でこんなん取ってる暇もないんですよ。で洗濯物も中にしまわないといけないでしょ。どうなっとるっていう感じなんですけど、もう田中樹は今日もかっこいいということで、今日の一日密着撮っていきたいと思います。いや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 、バンバンイエーって感じで、めっちゃ怒ってますからね本当に。家のスリッパ紹介でもしとく。スリッパを夏仕様に変えました。あのジョングク、テテがなくてタタかジョングクになっちゃった。まあいいよとして、もうそんなんいいんですよ本当に。の子がさ、また広げるのやめて、見て撮ってんの偉すぎん。うち、はい、荷物をカバンに入れていきます。もう別に病院に行くだけなんで、あと昼ご飯をちょっと食べようかなくらいです。まあなんて言ったって顔が赤すぎるので誰にも会えないんですよ普通に。病院ってだいたい現金じゃなきゃダメでしょ。まあ1万あれば足りるでしょうっていう感じですよね。まあ、知りません。足りなかったら足りなかったで下ろせばいいです。はい、ほんと落ち着いて。っていうかもう私最近 YouTube 撮ってなくて、近況を話してなかったと思うんですけど、まあ、準備しながら話しますかっていう感じですね。はい、最近はですね、あのバイブス、ストーンズのライブに行ってきました。あ、もうまんまと沼にはまってしまい、毎日田中樹が夢に出てくる生活ですね。まあ、悪くないですとっても。でモバイルバッテリー絶対いります。でも今口が乾燥しすぎているので、リップを持っていきたいと思います。え、本当に今まで肌ニキビの荒れててるのは辛かったけど、こんな赤くなって荒れたの初めてだから、ちょっと呼吸もしづらいくらい今なんか、なんだなんだ、アレルギーなんかな。でも食べ物とかも何も変えてなくて、豚汁作って朝豚汁とイチゴ食べただけだから、もうどんな組み合わせだよって感じですよね。あれリップがない、本当に多分私なんかのアレルギーなんだろうけど、
田中樹がかっこいいよって話はまた別の動画でさせてください。ね、窓開いてないのにさ、風がすごいふわってきた。もうなんか絶対うち取りつかれてるよね。もうそんなこんなで行ってきます。はい、最後に家出る前に一つ報告しときます。どんな画角やねんって感じですよね。あの眉毛をあのイライラしすぎて眉毛抜いたら、まあ、ご覧の通り抜けたよっていう感じで、なんかやばいですね。入ってこなさそうな予感がしてます。な感じでドキドキしてるんですけど、まあ、本当にほらもう近くで見てわかるでしょ。本当に私今絶望なんですよ。これ絶対傘持っていかないといけない感じなんで、もうとにかく彼氏いなくてよかったってこういう時には思います。だって彼氏いたらこんな同棲とかしてたらこんなひっていう顔見せられないわけじゃないですか。本当にこんなとこ見せたくないけどマジ見せるわ。えぐない？これえぐいっしょ普通に。しかもこれ内カメだからまだマシだけど、見て首とかもできてんだよ。書いてないので絶対私書いたらやばいって分かってるから。でもやばくない？普通にこれで泣かないやつ女で絶対ないっしょ。渋谷文化村通り皮膚科。しかも渋谷人多すぎて普通にイライラする。もう無理。なんなの？病院終わってあのご飯食べようと思ってたんですけど、打ち合わせがあってすぐ近くのコメダに入って、近くだったかな、ちょっと遠かったかもしれません。もう何だっていいんですよ。であのコメダに入って打ち合わせを2個終わらせて、そのまま夜ご飯を買いにスーパーに行こうと思ったんですけど、エコバッグがなくて1回家に帰ってきました。はい、それで私今めっちゃ泣いたんですよ。もうごめんね、こんな顔で。こっちの目がね腫れてて一重なんですけど、あの皮膚炎で、あ、ちょ、病名は皮膚炎で、まあ、体はアトピーっていう感じでした。やっぱりもう飼ってたんですけど、もう毎日毎日薬飲むことにもなって、まあ飲んでるんですけど、いつも飲んで、でちょっともう1週間くらい安静にしなさいっていう感じでした。2つ行ったんですよ病院で。1つのところでちょっともう赤みがひどすぎて、じんまちんで呼吸もできなくなっちゃってきたから注射打ってきたんですよ。でもうとにかく寝てくださいと、もう何もしちゃダメですって言われたんですよ。で1週間くらい家にいろっていうことじゃん。え、病むから普通にと思って、でも動画も撮れないし、みんなに YouTube 待ってますって言われて、で肌のせいで動画も撮れないって思ったらなんかもう悔しくて、マジでやばい、また泣けてきたなんかもう普通にさ、自分の肌がやばいことが悔しくてもうあのエフェクトつけとこ、なんかマジ泣けてきて、え、もうなんか不平等じゃない人間みたいな何か彼が前世で悪いことしましたとか思ってきたらガチ悔しいと思ってめっちゃ泣いてて、でももう打ち合わせもう一個あったから泣き止んで打ち合わせしたんだけど、なんかもうその内容もさ本当に言えないんだけど何も頭入ってこなくて、したらさお母さんから電話かかってきて、なんかママの声聞いたらマジ泣けてきてでみんなはさ多分そういう皮膚炎とかアトピーとかじゃない人はまたこいつは誰で泣いてるよって思うと思うんですけどなんかもう普通に結構なんかコンプレックスなんですよね。なんかジンマジンってその日の体調によって全然違う感じで、前の日めっちゃ綺麗でも次の日めっちゃ荒れるとかあるから、なんかどうなるかわかんないんですよ自分も。そうで、なんかもう今もこれもらってきて塗ったんですけど、ピリピリするかもしれないんですけどみたいな
言われたんですけど、なんかもうピリピリしすぎて吐き終えちゃって今なんか本当になんか絶対来世ではいいことあるっていうぐらい今戦ってます。私は普通に本当に辛いやつが発信できるわけねえだろとか言われたらもうそこまでなんですけど、マジで肌弱い子からしたらこの気持ちは分かると思います。でもライトも焚くのもなんてもうどうでもいいと思ってし晴れてるから、でなんかもうメイクとかもしてないしもうどうでもいいやと思ったんですけど、まあアトピーの人一緒に頑張ろうねって感じでして、帰ってきてコメダでサンドイッチ食べてたんですけど、ここが皮膚炎で痛すぎてもう全然食べれなくて、結局一つしか食べれなくて、で夜ご飯さすがになんか作ろうかなと思ったんですけど、昨日豚汁作ってそれがあるからもう水だけ買いに行こうと思います。でこれをね、なんかめっちゃ話変わる、これ見てこんな感じでもう今詰めてたんですけど、いらない服と、なんて言ったって肌が弱いからもう化粧品とかも全然使えなくて、せっかく買ったのに、やばい、また泣くなんかせっかくなんか女の子だからさ、いろんなの試したいって思ってさ買ったのなのにさ、めっちゃ肌荒れるからさ全然使えなくってさやだ、私ほんと生まれつき肌弱くて、まあ、しょうがないよね、そんなんで泣いても泣いても何も変わんないもん。でこれが使えなかった化粧品とかクリームとかをもう全部まとめてお母さんに送ります。お母さんなら使ってくれると思うから、だからもう家にあっても使えないからお母さんに全部あげて、お母さんお母さんより物を大事に使ってくれる人マジで出会ったことないくらいお母さん大事に使ってくれるんで、捨てるのもったいないんで、もういつも帰るたびね何かあげてるんだけど全然やっぱり荒れちゃうから、めっちゃ肌痛いの今、痒いのね。でこれね、なんか日中はさいろんなことしてるからさ、まあさ家にいてさいろんなことしてたら気紛れるけど、何が辛いって寝るときが一番辛くて、結構病んでまーす、結構病んでまーす。てかもうとにかく痒くて、これ今もう全然わかんないと思うんですけど、私これ治るこれっていう感じくらい荒れてます。まあでも付き合っていかないといけないね、自分自身一人で耐え抜きます。しかも私一人暮らしじゃないですか、病むの。こういうことがあるとなんか夜ご飯なんて何も食べたくないけど、こういう時こそ食べないといけない気がするんで、とりあえずスーパー行ってきたいと思います。スーパーから帰ってきました。肌買いすぎて途中でマジで泣きながらスーパー行ってました。なんかあのダイソーがあって、なんかとりあえず痒くなったら冷やした方がいいかなと思って保冷剤を買ってきたので、これを冷凍庫に入れておきたいと思います。なんて言ったってマジで食欲なくて、てかもう口顔が痛すぎて食べるのが本当に食べる気にもならなくて、どうしようかなと思って、で昨日豚汁作ってて豚汁があるからまあそれだけでいいやっていう感じなんです。いつもはめっちゃ食べるんだけど、もうなんか顔のせいで食べる気がないです。買ってきたもの紹介します。はい、トマト2パックと、あとはお水を2本と、あとアボカドが100円だったので5個買ってきました。でアボカド、スーパーが家の近くに2つあるんだけど、1つはアボカドが178円なのね、いつも。でもう1つの方は絶対100円なの。だから私はアボカドを買うためにスーパーをはしごしてます。でもう一つの方はそのコントラックスがなくて、でアボカドが100円の方にはコントラックスがなくて、
アボカドが178円の方にはコントリックスがあるから、もう絶対に2ついかないといけないって。であのチョコミントのピノが出てたので、まあ、こちらを買ってきました。あと出汁がなくなっていたので、出汁と豚汁の人参ですね。で、豚汁は1回作ったんだけど、1人分だから作りすぎちゃうと食べれないから、あの2回ぐらいに分けて材料を使うんですけど、まだ材料が余ってるので、もう1回分作ろうと思って人参を買ってきました。そんな感じですね。喋ることはありません。なんてかって今本当に肌が枯れすぎて発狂したいんです。でも動画撮ってるので発狂しません。でアイスなんていつも買わない、あ、すいませんね、いまーす。アイスなんて買わないんですけど、いますよ、もう1回だけど。アイス買わないけど、なんかもうなんて言ったっけ、この肌だから誰にも会えなくて、安静にしてろって言われちゃったんで、注射も打ったし、ちょっと強めの注射も打ったし、本当に人に会える顔してないので、自分のことは甘やかそうと思ってアイス買ってきました。箱も買ってきたんで、まあ、ゆっくり食べたいと思います。食べる気分にもならないけど、アボカドは食べようかなと思っているので、まあアボカドを食べながら、アボカドを切りながら、最近 YouTube も全然忘れてなかったので、最近何してたかみたいな感じなのもちょっと喋れたらなと思います。まあ、最近はなんですけど、朝も行ってると思うんですけど、ストーンズのライブに行ってきました。バンテリンドーム、名古屋ドームですね、旧名古屋ドームです。まあ、私もともとストーンズてか、あんまり男性のアイドルをバンタン以外好きじゃなかったんですけど、やばい、マジでかゆいわ。さっき今どうでもいいやと思って、1週間ぐらいどうせ人に会わないし、どうでもいいやと思ってここかきむしったら血がめっちゃ出てきて、なんかもう女として人生終わりかけそうですね今。はい、まあ、終わらないんですけど、こんな肌荒れてても人生ってものは続くので、なんかもう、あ、なんなのって感じですね。はい、めっちゃ怒ってますマジで。てかなんかもう顎かゆすぎてマジでろれつまんなくて、とりあえず冷やす。そうなんです、ストーンズのライブに行ってきて、でももちろんみんなかっこいいんですけど、田中樹、なんだかっこよさっていう感じでした。はい、で私どちらかといえば、多分ああいう見た目の人って遊んでそうじゃん普通に。あ、チャラめのセンター分けのチャラめの感じ。私正直タイプではなかったんですね。どちらかといえば誠実そうな感じの見た目がタイプ。あ、僕から切ります。誠実な見た目がタイプなんですけど、え、もう田中樹普通にやばすぎて沼りましたって感じで、マジでライブ1週間前だったんだけど、1週間前から毎日田中樹が夢に出てくるんですよ。毎日ストーンズのライブ映像見返して普通に沼りました。かっこいいと思って、彼氏もいなくてオタクなんか推しなんかできてしまったらもう終わりですよね。私今肌荒れてて本当に誰とも会えないから、荒れてるっていうかもうジンマシン出てるから、外のちょっとの空気とか黄砂とかでもすぐ赤くなって、本当に取り返しつかないくらい荒れちゃうから、基本人に会わないようにして、まあ、家にいるんだけど、まあ、ストーンズのライブ DVD 見て、ストーンズの YouTube 見てたら、なんかもうどうでもよくなってきちゃって普通に、え、田中樹よりマジかっこいいみたいな感じですよね。はい、ってな感じですかね、最近の日常といえば。あ、でも詳しくは言えないんですけど、まあ、いろんなことがあって11万円下げられてたよっていう話とかも全然あります。はい、これは詳しくは言えないんですけど、はい、まあ、11万円戻ってこないよっていう感じですかね。それも下げられてから結構な時間が経っても気づかない私、大丈夫そうっていう感じですよね。ですぐカード止めて、なんか身に覚えのない取引がめっちゃありますみたいな、やばい自分。はい、この YouTube 上がってるか分かんないんですけど、別に可愛いことをして、イエーイみたいな、可愛いメイクしてイエーイとかそういうキャラじゃないんで、はい、これも私ですって感じです。また女の子に希望、私すぐ壁食いちゃう癖がある。女の子に、女の子はいつも可愛いとか思われるのも、もう勘弁してくださいじゃないですか、女の子からしたら。てかこっち一重なんですよね、目腫れすぎて。てな感じで、まあこんな感じで肌荒れて、ジンマシン出て、なんかもうどうしようもない一日を撮ってみました。まあ激ゆるですね、激ゆるです。はい、もう最近は田中樹
が生活にいてくれるので、まあいいかなって感じです。はい、ってな感じで、まあ、豚汁を食べて、まあ、もう早く寝たいと思います。こんなの見てくれてありがとうございました。バイバーイ。